チャオ、あっちゃんです。今日ラブの隣の100均でちょっとね、いろんなものを買ってきたんで、そこにね、面白いものがあって、紙コップとか、フリーザーパック、これはあのお肉冷凍するのに、豚肉冷凍するのにね、あとこれ電池入れるのに、買って電池充電したのかしてへんのかわからないんだけど、でこれ今日で焼肉するのに、あの紙皿と紙コップって言うけど、そうじゃなくてね、これクルリンカッターっていうのを買ってきたの。面白そうだな、見つけて。これあのほら、あの天保山のところで、あのね、あの芋ぐるぐるぐるって切って螺旋にして揚げるやつ、これ美味しかったから、これ家でできるから、ピュッてですね、くる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 ってやったらなるらしいね。なんか面白いと思って買ってみてん、これ、うん、また使ってみます。これキュウリとかもできるから、キュウリくるくるくるってして、ある程度ポン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 って切ったら、あのキュウリの酢の物をするのにもう美味しいと思うんだよね。一枚一枚切っても美味しいけど、螺旋にしたやつ何本か入れたら美味しいね。昔よね、お母ちゃんやってたんが、キュウリ1本に割り箸の箸作って、パパ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 ーンって切んねん。でこうひだひだにすんねんね。だから酢が染みて美味しいねんね。それをこのクルリンカッターでやったら、うん、美味しいかなと思って。でサラダとかもこうやって並べたら綺麗しって思って、うん、面白いと思って買ってきてん、これ、うん、これこうね、大根の飾り、ポテトのを揚げたり、きゅうりをサラダにって書いてあるんだけどね、うん、なんか面白く使えそうな感じなんで、これ使ってみたいと思います。また使う動画も、撮るんで、一緒にね揚げたいと思います。はい、今日は100均は買ってきました。ではまたね、バイバイ。